Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. So, let's Guda Guda speaking. So, today is Wednesday, February 12th. So, something interesting happened today. Do you know Megane no Miki? This is a glasses shop, the name. To walk in is one of my hobbies. There are some shops on my walking course. So, about 1 month, 1 month to 2 months ago, this shop was closed. So there is thanks message written paper on the wall. So for example, Nagaraku no go aiko. This case is not rare. I have seen many cases before. There are many cases. Today, this shop had been removed. Shop name is Megane Ichiba. Wow, wow. It's a kind same kind of shop. There are objects. Objects look like small tower. Remove operator worker. Operator removed it. It's just object. So whether or not there is, I don't mind. It doesn't matter. But removed. There's picture look like window. Stained glass. Picture look like stained glass. Window stained glass. It removed too. In this case is I don't mind. It doesn't matter. Please imagine. Impression of company is very important. Very important. For example, cell phone shop, Docomo, AU, SoftBank. Picture and smaller object make us Megane no Miki.
That's wrong. That's wrong. So, for example, there is Docomo's signboard in the SoftBank's garden. That's wrong. That's wrong. It's a mistake. So, worse or less, impression is very important. Very important. By the way, I have heard the book title that people is looks is 100%. Let's get started. はい、という感じですね。まあまあ、今日面白いことというか、ちょっと興味深いことがあったんで、ということでお話ししてるんですけど、メガネの幹とメガネ市場のメガネつながりというお話なんですけども、まあ、僕、まあ、趣味の一つにウォーキングがありまして、まあ、健康のために、まあ、毎日かな、まあ、天気が悪かったりとか、まあ、いろいろこう都合がつかないでやってないんですけど、大体まあ毎日か2日に1回ぐらいウォーキング1時間か2時間ぐらいやってるんですけども、そのウォーキングコースの途中にまあ道路沿いなんで、いくつかお店が、まあ店舗ですね、あるんですよね。まあ、飲食店だったりとかコンビニとか、まあ、いろいろこう整骨院だったりとか、まあ、いろんなお店があるんですけども、その中にメガネのミキっていうメガネ屋さんがありまして、で、まあまあ、その、普通にこう、行くときは、見かけてたんですけど、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に、閉店してたんですよ。まあまあ、ああ、閉店なんだ、と思ったんですけども、よくあるような、張り紙がありまして、何月を、何日を持ちまして、長らくご愛顧いただきまして、閉店、うんぬんって書かれた、感謝のメッセージ、感謝の、言葉と一緒にあって、ああ、閉店なんだ、と思ってたんですけども、今日、改装してたんですよ。で、あ、新しい、なんかできるんだと思って、見てたら、なんと、同じメガネ屋さん、メガネ市場が できるということで、あ、そうなんだと。同じメガネつながりなんだということで、あ、そうかと思ったんですけど、まあ、よくありますよね。なんだろう、ラーメン屋さんの後にはラーメン屋さんができたりとか、レストランの後にはファミレスの後にはファミレスができたりとか、いろいろこう飲食店なら同じ系統のお店が なぜかよくわかりませんけどできたりとか、別に居抜きでも何でもないですけど、ね、そこはもう完全になんか、ね、普通の店舗だったら居抜きも何にも関係ないですよね。まあトイレとかそういうのは別として、特別な設備が飲食店以外は必要なものはないですから。で、まあ実際に窓ガラスっていうガラス張りのお店だったんですけど、中パッてもう普通にある程度見えるんですけど、何にもない真っさらの空の状態であって、閉店して新しくイノベーションを改装してたんでね、まあ同じ業種である必要もなかったんですけど、まあたまたまなんですけどね、同じ、まあなんか似通ってますけどね、広さとかお店の広さもね。で、まあ、なんて言ったんですけども、で、見てたらまあまあ壁塗り替えたりとかね、補修の箇所あったら補修をするとかっていうのは分かるんですけど、メガネの幹ってこう、なんだろう、印象的なものってのがあって、まあ、なんだろうね、小さいお城の塔みたいなオブジェっていうのがこう、多分2つかな、3つあったんですよ。で、ステンドグラスみたいな、下がまっすぐで上が少しこう曲がってるような、境界にあるような、ステンドグラスっぽい感じの、絵っていうのをペタペタ貼ってあったんですけども、その、リノベーションの業者さんとか、作業員の方が、クレーンかなんかで、その塔みたいなオブジェ、なんか普通の屋上にポコンとこう小さい箱をポコンと乗せてくっつけたような感じだったんで、そこはなんかボコッとこう剥がして取り外してるから、で壁のその窓の絵っていうのもこう剥がして綺麗に塗ってたような感じなんですけども、まあ、別にそれ自体はあってもなくても関係ないかなと僕思ったんですよ。
あの別にメガネ屋さんはメガネ屋さんだしと思ったんですけど、で別にどっちでもいいんじゃないと思ったんですけど、まあだったらね、そういうことする手間暇かけるんだったら無駄なことかなと思ったんですけど、まあよくよく考えたら、なんだろう、その塔にしても、ステンドグラスっぽい絵にしても、そのメガネの幹をイメージさせるんですよ。まあ印象、その特徴的なオブジェだったんですよね。ああなるほどなと思って、これはダメだなと。だってそれ見て、ね、別のお店、全く違う別のお店をイメージされたらいけないし、企業イメージって大事ですから。まあ分かりやすく言うと、そのなんだろう、まあ携帯ショップじゃないですけども、ドコモとか J も、あの au とか、ソフトバンクありますけど、例えばそのドコモのね、ドコモショップの看板がソフトバンクのね、ソフトバンクのお店の敷地の中にドコモの看板があるとおかしいでしょ。どう考えてもおかしいっていうか、不具合っていうか不釣り合いですよね。まあそれとも同じようなことかなと。企業イメージとかってものすごく大事なんで、あれって違和感をね、持たれるといけないしと。まあ当たり前のことなんですけど、まあその結構ね、まあ似たようなケースありますよね。あのもう外壁面全部塗り替えて、いろんなあったものを取り外して、全く何かその新しい、なんか建物自体似てますよね、うん、その作りっていうかチェーン店っていうか、うん、まあだからまあしょうがないのかなと思ったんですけどね。であとは、まあ、その印象とかイメージがめちゃくちゃやっぱり大事かなと。企業にしてもそうだし、人にしてもそうかなと思ったんですけど、まあその話変わるっていうか、そのイメージつながりなんですけど、僕が人は見た目が 100% っていう本だったかな、見たこと読んだことあって、ああまあ確かになと、その中身がもちろん大事だし、最終的に決めるのは総合的に決めるんで、もちろん中身も大事になるんですけども、見た目ってやっぱり大事で、それで人はどうしても相手を判断しがちなんで、その第一段階の見た目の段階で、その排除、あこいつはもうダメだとか、あ悪い印象を持たれてしまえば、中身が良かったとしてもその先に進むことすらできないよっていうのもその本に書いてあって、なんだろう、なんか、ファッションが何なの本だったのかな、だと思うんですけど、まあ、あこういうところにも通じてるんだなっていうのが、まあ、あって、全然関係ないことといえば関係ないことですけども、見た目が大事っていうことでふっとこう思い浮かべたんで、まあ、あのお話にしてみました。まあという感じですね。ありがとうございます。はい、今日はこんな感じです。まあちょっとね、日常のこうふとしたことでも、まあ、気づきっていうか、そういうまあこじつけかもしれませんけど、つながりみたいなものが感じられたんでね。まあ英語になんとかぐだぐだながらも直して喋ってみました。はい、ありがとうございます。はい、コメントありましたらぜひお願いいたします。またなんだろう。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。 Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye.